植物で日光を遮り気温を下げることで夏場の節電や温室効果ガス削減につなげるグリーンカーテン。新潟みどりの陣はゴーヤを使ったグリーンカーテン作りで環境への取り組み度を競うイベントです。2050新潟カーボンゼロチャレンジの一環として県などが主催し去年始まりました。今回は上越市や新発田市など9つの自治体が参加。グリーンカーテンの育ち具合やゴーヤの収穫量、情報発信の積極性などに応じて獲得するポイントの数を競います。今日の出陣式では高校生が育てたゴーヤの苗が進呈されました。グリーンカーテンは窓の外に育成をすることで部屋の中を涼しく過ごすことができると、今年度は新たに4つの市町村を加えましてより大きな力で温暖化対策の取り組みを広げていきたい。期間は10月末までで、最もポイント獲得が多かった自治体には11月に優勝旗が贈られます。